赤目アメがいるの名のナルノーとは大部分のオスのカエルが持つ柔らかな皮膚の膜である。ナルノーの役割としてメスを誘う時に鳴き声を増幅させるのに利用される。ナルノーの存在や発達状況は多くの種において外見でその性別を判別する方法の一つである。カエルの名能は高校内に開校しており、下の両側に二つの切れ込みがある。メスを呼ぶ時に カエルは肺を膨らませる。空気は肺から喉頭を経て、鳴る脳に入る。喉頭が振動すると音を発し、鳴る脳内で共鳴する。共鳴は音を大きくさせ、遠くにいるメスも呼び出すことができるようになる。体壁の筋肉は空気を押し戻し、肺と鳴る脳の間を行き来する。カエルの鼻と口は鳴いている間は閉じている。鳴る脳の発達は、 ほとんどの種で異なっているが、大部分は同じ道筋をたどる。まず高校庭に2つの小さな塊ができ、2つの小さな袋を形成するまで成長する。その袋は高校の中央で接触するまで膨らみ、一つの大きな空洞を形成して、それが完全に発達するまで成長し続ける。なる能の主な役割は、オスの鳴き声を増幅させ、 できるだけ広いエリアからメスを引きつけることである。ナルノウのないカエルの鳴き声は半径数メートルの範囲内でしか聞こえないが、ナルノウが存在することにより、1キロメートル以上離れていても聞こえるようになる。ナルノウがないカエルの種は、水が流れている場所の近くに住む傾向がある。流水音は鳴き声を打ち消してしまうため、彼らは鳴き声以外の手段でメスを引きつけなければ、ならない。 ナルノのを別の用途に利用する生物には、ハナガエル族に属するカエルがある。この族の二つの種のオスは、孵化したばかりのオタマジャクシを口の中に入れ、ナルノのに移動させる。ダーウィンハナガエルのオタマジャクシは変態するまで、ナルノのの中に残る。一方チリダーウィン、エスフロックのオタマジャクシは、変態前に水中に放たれる。 ありがとうございます。